はい、こんにちは、おーちゃんです。ご視聴していただきありがとうございます。僕のチャンネルでは舘ひろしさんがリーダーを務めたバイクチームクールスについて動画としてお届けしております。僕の動画の特徴は当時の写真動画だったりバンドクールスの楽曲紹介動画ではなく、クールスに起きた出来事やメンバー一人一人に起きた出来事を取り上げ動画としてお届けしております。今回お届けするのは、暴走族では一つの時代を築き上げた東北連合総長鈴木康之さんが40年前のクールスとの出会いから現在に至るまでを振り返り、思いを語っておられます。この動画を見ることで、クールスリーダー舘ひろしと東北連合総長鈴木康之との関係が分かるとともに、舘ひろしさんが現バンドクールスのことをどのように考えているのかが分かるようになっています。なので時間の許す限り見ていただければなと思います。10年一昔というけど、思えばもう40年付き合っていることになる。30周年の時も早いと思ったけど、なんだかあっという間だった。今日はボスの誕生日。ここに集まったメンバーの心はあの頃と何も変わっていない。思えば郡山でコンサートやるバンドは全部潰しに行った。キャロルもダウンタウンもソロになった矢沢なんてビビって郡山にしばらく来なかったぐらいだ。もちろんクールスが来た時も潰しに行ったけど、こいつら他のバンドと違う、俺らと同じ匂いがした。なんというか本物の不良の匂いがした。確かあれは佐藤三郎から、東京にちょっと気になる連中がいると言われたのがクールスで、そのリーダーが舘ひろし、ボスだった。佐藤の親父から舘ひろしが出ている暴力教室という映画を見てみろと言われ、しぶしぶ見たのが始まりだった。映画を見た俺の印象は、決して演技はうまいとは言えない舘ひろしだったが、こいつは本物の不良だと思ったのを覚えている。それからどれくらいしたのか忘れたが、クールスを郡山に呼ぶことになった。映画に出ていた舘ひろしに直接会えることになるので、俺はできる限りのもてなしをしてクールスを迎えることにした。俺と舘ひろしとのファーストコンタクトはバスの中だった。コンサートは今はなき郡山セントラルホール、プロレスの興行にも使われた広い会場を用意をし、若い衆が頑張って売ってくれてチケットは完売していた。俺たちは駅までメンバーを迎えに行った。すると車に乗った舘ひろしは開口一番、ここの頭は誰なんだいと。まさか同じ車に乗って迎えに来ているとは思わなかったのだろう。後日分かったことだが、ボスは相当俺のことを警戒していたらしい。というのも、ワンステップの時矢沢をボコボコにしたこともあって、周りから鈴木には気をつけろ、やばいからと随分聞かされていたらしい。そのせいか事務所やレコード会社など、なんだかやたら取り巻きが多かったのを覚えている。俺は俺で映画は見ていたので、正直あまりのかっこよさに少々緊張していた。私が今回の責任者の鈴木です。そしてこのコンサートがチャリティーであることや趣旨を説明した。するとボスは急速に俺に興味を持ってくれたのが分かった。コンサートは大盛況に終わり、ボスは満足そうだった。それ以来クールスのコンサートを郡山で10回、仙台でさえ満員にしたので、当時のプロモーターが目を丸くしたよ。我々でもこんなに入れられませんと。当たり前だよ、こっちは東北連合だ、結束力は違うんだよ。ボスに会うのは毎回楽しみだった。何度か会ううちに気心が知れてきて、
お互いの夢やいろいろな相談をすることもあった。俺はいつか総理大臣になりたいんだよ。そんなある日のこと、ボスがクールスを脱退することが公になった。マスコミは自分で結成してリーダーでもあるのに無責任だと非難した。ボスの最後のライブ、中野サンプラザ、ボスだけが楽屋が別だった。それでも開演前ということもあるのだろう。いつもと同じように談笑していたが、ふと二人だけになった瞬間、急に顔を曇らせたボスは目線を反らせた。そして立ち上がり、ボソッとこうつぶやいた。なあ鈴木、頭っていうのは寂しいな。あの時のボスの顔は今まで見たこともない寂しい顔をしていた。ボスがクールスを抜ける、この話を聞いた時、ああきっと丸々と丸々のせいだと分かった。女と金の無心だった上に、あいつらの窃盗問題の時、数百万円ものお金を肩代わりしてケツを拭いたのはボスだった。もうそんな奴らの面倒に疲れたんだろう、俺はそう思った。脱退後のボスの活躍はご存知の通り、役者として大成功、日本を代表する俳優になった。同時に少しずつ縁遠くなっていった。それは住んでる世界が違うこと、そして病気してしまった今の自分をボスに見せたくない、そんな思いからだった。ボスが俺をどう思っていたかは知るべくもないが、お互いあの当時はいわゆる突っ張っていて、かっこいい生き方をしていた。だからこそボスにはそのイメージのままで残しておきたかった。正直に言えば何度かボスに会いたいと思った。でも芸能人になったボスに会うことはできない。俺なりの仁義であり、ボスへの愛情表現だった。そんなボスから連絡が入る。会いたいと、誕生日会をやるからと。しかもピッピも含めクールスのメンバーとこの俺だけ。鈴木、俺は新幹線で郡山を通過するためにどうしているのかなと切なく思っていたんだよ。本当に身内だけのボスの誕生会、俺に断る理由がなくなった。そして今日ここに集まったメンバーは80になっても一緒に飯食ったりしている気がする。何たって本物同士だからだ。本物の不良同士だからだ。ボスが作ったクールスは当時から知ってるやつからしたらこれが本物だ。クールスと呼べるのはここに映っている人間だけだ。看板汚して中身ボロボロでも俺たちはクールスですってやってるのはみっともない。それは偽クールスだ。ボスが、鈴木、人選ミスがあったよ、若かったからな。みんな笑ってたけど、仲間を裏切るのは最低だ。クールスじゃない。ボスが認めてないんだから、あれはクールスじゃないんだ。ということで今回はこの辺で失礼します。舘ひろしさんが67歳のバースデーパーティーでポロリと漏らした一言が印象的でした。ご自分がバンドクールスから身を引かれた後に、今なおやっているバンドクールスは本物のクールスではないと考えていることが分かりました。この動画が良いと思われたなら、いいねボタンやコメントをいただくと今後の励みになり、動画制作の原動力になります。最後まで見ていただきありがとうございました。それでは次の動画でまたお会いしましょう。おーちゃんでした。ではまた、バイバイ。ちょっと雷が鳴ってきて、音源に雷が入っておりますがお許しください。それではまた、バイバイ。